さんこんにちは。今日は若返りメイクまたやっていきたいと思います。はい、だいぶ変わると思うので見ていってください。はい、それでは目コンタクトつけました。エトナのサークルオブモミジですね。はい、ラロッシュポゼの化粧下地日焼け止め塗っていきます。コンシーラーでニキビの跡やくすみなど消していきたいと思います。こんな感じで叩き込むようにパフでトントンしていきます。でいつもならすぐクリアラストのこれいくんですけど、今日はちょっと若返りメイクなのでヒンアクネスラボ薬用 BB クリーム塗ります。はい、叩き込んでいきます。これニキビ肌用の BB クリームですね。私ニキビが本当に気になるので今はまだマシなんですけど、生理前とかになったらもうブツブツですね。ブツブツ。みんなどうしてそんな綺麗な肌をしているの？不思議。いいな、肌の綺麗な人。肌が綺麗、髪が綺麗だけでだいぶ美しさが変わりますよね。うん、でもうちの姪っ子がニキビだらけなのに可愛いんですよ。顔の作りがすごく羨ましい。うん、いいな、もっと可愛く生まれたかった。はい、ここしっかり、はい、綺麗な肌になったんじゃないでしょうか。はい、これは眉毛ですね。あ、サナニューボーンダブルブロー EXN の B9 番使ってます。1200円ですね。キャメルブラウン使ってます。髪の色とはちょっと合わないんですけど、明るいワントーン明るい色の方がしっくりくるのでこれ使ってます。蛍光眉ですね、私の場合。今は蛍光眉が流行ってるらしいです。うん、昔はもう安室ちゃん時代とかもうカクンカクンの細眉流行ってましたよね。今はこんな感じが流行ってるらしいです。はい、かけました。はい、今日は眉マスカラしていきます。これですね。はい、ポイントとしては眉毛を立たせるようにこうこうこうやって塗ってますね。はい、こんな感じ。次はアイシャドウですね。スキニーリッチアイシャドウ、エクセルのスキニーリッチアイシャドウのセンシアルブラウン、これ大好きです。使っていきます。まずはこのピンク、ピンクを取ります。ピンクを取ってアイホール全体に伸ばしていきます。アイホール全体に塗ったら下も塗っちゃいます。なじませます。はい、そしたらこの2番目に濃い色を取ってまぶたにのせます。
タイラインよりちょっとオーバー気味に乗せた方が可愛いかなと思います。こっちもやっていきます。こんな感じで下まぶたにも乗せます。こんな感じ。はい、今日は一番濃い色をしっぺにとってここですね、ここに入れます。逆も3分の1、目尻から3分の1くらいですね。で上にも塗っていきます。次はアイライン、ヒロインメイクのアイライナーですね。はい、これ使っていきます。はい、ではいきます。今回結構太く入れてみました。粘膜の部分もしっかりこうやって引いていきます。今回はちょっとぐるっと囲んでみようかな。はい、ちょっと囲みます。一周ぐるっと囲みました。それで切開ラインですね、切開ラインも内側から粘膜の方でこうやって引いていきます。どうだろう、右と左。もうちょっとここ上太く引いていきたいと思います。ちょっと太く引いて、こうですね、太く引いて、でここの3分の1、目尻の3分の1側もちょっと太くここね継ぎ足しました。デカめになりましたよね。はい、いいと思います。ではこっち側もやっていきます。どうでしょう、すごく肌も綺麗だし目も大きくなりましたよね。はい、ここでよく若い子たちがやっているまつげ足しをやっていきましょうか。まつげピッ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 ってやってみます。はい、こんな感じ。なんかすごく馴染んでて可愛い、私がじゃなくてお目目が可愛いと思います。切れ長のお目目、はーい、いいね。さすがに仕事でこの目で行ったらちょっとんって思うけど、可愛いと思います。はい、じゃあ次涙袋描いていきたいと思います。ではこの色を使って涙袋を描いていきたいと思います。はい、こんな感じで、この白っぽいのでここを軽く塗りつぶします。難しいな。いいかな。はい、どうでしょう。一応涙袋っぽいのはできました。はーい、ちょっと上をぼかしていこうかな。この一番濃い色でちょっとぼかしていきます。はーい、こんな感じに仕上がりました。綺麗かな。はい、では次はまつげやっていきたいと思います。これもヒロインメイクかな。うん、これ結構前に買ったんだけど
ものすごいがっつりまつげが立つので、ちょっとこれ使っていきたいと思います。これはすごい、ものすごくまつげが立ちました。うん、ちょっと見えにくいけど、もうクリンクリンです。クリンクリン。はい、あとはノーズシャドウやって、ハイライター、ハイライトですね、とチークやっていきたいと思います。はい、使うのはこの1万コイルで、一回手の甲に余分なパウダーを落として入れていけばいいと思います。あとは鼻ですよね。ここ鼻が私大きいので、小鼻に見えるように影をつけていきたいと思います。ここもですね、猿みたいになっちゃった。濃すぎ？やりすぎ？ちょっとここはやりすぎかな。まあなんとかします。はい、それでいて、はい、今日のためにこれを買いました。いつもはキャンメイクの使って、フローグルールハイライター使ってるんですけど、100均のなんだっけ、100均のユアグラムじゃなくて、ノーズハイライトパウダーパールピンクっていうのが売ってたので、この100均のを試してみたいと思います。はい、いきます。こんな感じ。はい、で手持ちのこういうブラシでつけていきたいと思います。いいのかな、なんか全然出てこないんだけど。え、全然出てこないよ。こうやって取るしかないのかな。ブラシが大きすぎるから。ちょっと直接行きたいと思います。これは事故。これは事故。どうしよう。シルみたいになっちゃった。この高いとこ。なんとかします。なんとかなる？これ。ここにもつけたいからまあいいんだけど。あ、なんか汚いのがついちゃったし。最悪。最悪です。あ、でもすごい肌が綺麗に見える。わかんないかな。とりあえず肌が綺麗に見える。うん、いい感じになった。どうしようかな。このパウダー、これじゃ物足りないんだよね。出てこない。出すしかないか。こうやって。で、この光。ここら辺とか、鼻の周りとか、唇。あと顎ですよね。顎大事。
こ、うん、いい感じになったんじゃないの。はーい、これはちょっと失敗かな。もう使わないかもしれない。はーい。で、お次はセザンヌのチークですね。で、横に広げて、ちょっと夏っぽく、鼻の上にも入れたいと思います。今から10年ほど前、私が鼻にジッパー系だったんですけど、私鼻に裏腹で働いてて、で鼻にチークをつけてたら鼻赤いよって一人の人に言われて、ちょっと恥ずかしかった思い出がありますね。やりすぎは良くないのかな。鼻のチーク可愛いと思うんですけどね、うん、じゃあ唇で、いつも使っている DHC のこれをたっぷり塗って、あ、ここに入れるの忘れてた。これキャンメイクのアイライナーペンシルで口角描きます。これあるのとないのでは全然違うから、ぜひ試してみてほしい。あ、そう、ダイエットどうしよう。私睡眠障害っていうか不眠症で寝る前に食べちゃうから、困りましたね。16時間絶食ダイエット、それやってみたいなと思ってます。はーい。で、お次は唇、はい、お次は唇ケイトのオレンジの CC リップクリーム、オレンジ系使います。たっぷり塗っちゃいます。これ荒れないからいいんだよね。で、塗ってからこれ買ってきたの、ユアグラムリップグロス、ツヤ感をアップしながら自然に色づくリップグロス、一塗りでふっくらした立体的な唇に仕上げることができます。唇の中心にのせて上下の唇をこすり合わせると、じわっと内側からにじみ出るように発色します。だってやってみる。こんな感じ。取って上下に入れて、たっぷり塗りましょう。うるっとしましたかね。はーい、では完成かな。どうだろう。目がかわいい、目がお気に入り。うん。さっきのハイライトでちょっと指で鼻先と。
これですよね。結構キラキラってなってると可愛い。ここですよね。顎も。はい、いかがでしょうか。あのメガネ姿からは結構変わったんじゃないでしょうか。ちょっと着替えて髪も整えて、うん、変身したいと思います。はーい、よーし。はーい、いかがでしょうか。若返りメイク、ちょっと頑張ってやってみました。がっつりアイライン、目の周りをぐるっと引いたので、なかなか挑戦的な目元かなと思います。はい、すごくあの100均のパウダーを使ったら肌がすごく綺麗に見えるようになりました。うん、ピカピカけどすごく、なんだろう、出にくいのでわかるかな、なかなかつきにくいので、私直にやっちゃったんですけど、うん、すごいピカピカする顔が、はい、こんな感じです。いかがでしょうか。はい、また若返りメイクやっていきたいと思います。はい、ではね、見てくれてありがとう。バイバーイ。